皆様こんにちは。本日は護衛艦夕立一般公開イベントにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまから陸上自衛隊第14音楽隊の演奏をお届けいたします。私は司会進行を務めさせていただきます筒井早紀江陸士長と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、この度の西日本を中心とする豪雨災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。厳しい暑さが続く中、現在もなお避難所生活を続けられている方も多く、一日も早い復旧のため、我々自衛官の仲間たちは人命救助、そして物資輸送、給水、入浴支援などの活動を行っています。そんな中ではありますが、音楽隊である私たちは広報演奏という任務を果たすため、本日は皆様に心から楽しんでいただける音楽をお届けしたいと思います。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速演奏に参りましょう。まず1曲目にお届けいたしますのは、今年3月に公開された映画ドラえもんのび太の宝島の主題歌、星野源のドラえもんを片山一層の歌とともにお届けいたします。知っている方はぜひ一緒に歌ってくださいね。それではお聴きください。残したもの探し
また未来が生まれる。ここにおいでよ、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おう。いつか時が流れて必ずだと聞くから、君を作るよ。トト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 ダイモトト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 トダイモトト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 ダイモ。ありがとうございました。でした。それではここで私たち音楽隊のプロフィールをご紹介いたします。陸上自衛隊第14音楽隊は香川県善通寺市に所在する四国で唯一の自衛隊の音楽隊です。自衛隊の儀式、隊員の士気高揚のための演奏や四国4県を中心としたコンサートなど年間100回を超える演奏活動のほか、駐屯地や旅団中枢の警備任務など各種訓練も行っています。普段は吹奏楽編成といいまして、だいたい40人くらいの大人数で演奏していますが、本日はその中から選ばれた6人での息の合った演奏をお届けいたします。これから演奏30分ほど続きますので、水分補給などして熱中症に気をつけてお楽しみいただければと思います。さあ、それでは次に若い世代に中心に大人気の米津玄師とダオコによる打ち上げ花火をお届けいたします。この曲は昨年公開されたアニメ映画打ち上げ花火下から見るか横から見るかの主題歌として起用されました。夏の夜に咲く打ち上げ花火の美しく儚い様子が描かれています。それではお聴きください。Thank you.
上げ花火をお届けいたしました。せっかくですので、今演奏しました打ち上げ花火に関連してもう一曲、瑠璃色の地球をお届けいたします。この曲はアニメ映画打ち上げ花火、下から見るか横から見るかでヒロインの声を担当した広瀬すずが劇中で歌い話題を呼びました。もともとは1986年に発表された松田聖子の楽曲で、人類の平和や地球への愛など壮大なテーマを歌っている楽曲です。そんなこの曲を本日は小型二層の歌とともにお届けいたします。それではお聴きいただきましょう。瑠璃色の地球です。
います。瑠璃色の地球をお届けいたしました。引き続き尾形二層の歌とともにお届けいたしましょう。曲はジッタリンジンやホワイトベリーでおなじみの名曲夏祭りです。皆さん夏祭りご存知ですか？知っているよって方どれくらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。知っている方はぜひ一緒に歌ってくださいね。それではお聴きください。夏祭りです。夏祭りを尾形二層の歌とともにお届けいたしました。
それではここで簡単に本日のメンバーをご紹介いたします。まずはサクソフォン担当藤田雄介三等陸曹エレキベースは吉澤剛一等陸曹ドラムは能見翔吾二等陸曹キーボードとボーカル尾形彩香二等陸曹パーカッションとキーボードは私筒井早紀江陸士長音響担当は西名秀隆三等陸曹そして本バンドマスターを務めますのは高知県安芸市出身の片山亮一等陸曹です。以上の7名でお届けしております。さあそれでは次にお届けしますのはソウルナンバーよりザ・チキンです。この曲は1969年に発表されて以来ソウル系ジャズ系ミュージシャンのジャムセッションナンバーとして愛されている曲です。各楽器のアドリブソロとともにソウルサウンドを存分にお楽しみください。
で音楽隊の演奏はいよいよ最後の曲となりました。お届けいたしますのは、これからの季節にぴったりの爽やかなナンバーで、ザ・ブームの代表曲の一つ、風になりたいです。この曲は日本のサンバを作りたいというボーカル宮沢和史のひらめきにより1995年に発表されました。もともとはオリジナルアルバムのみに収録されていましたが、その後人気に火がつき、シングルカットされテレビ等で多く取り上げられるようになりました。現在まで世界中でカバーされており、日本でも毎年これからの季節に一度は耳にする名曲。皆様もぜひ一緒に歌ったり手拍子などで参加してくださいね。それでは風になりたいです。どうぞ。
ございます。それではアンコールでお答えいたしまして、もう一曲演奏させていただきます。ありがとうございます。お届けしますのは牧原紀之さんのどんな時もです。どうぞお聴きください。ご覧になってくださいね。暑い中最後までお聞きくださりありがとうございました。